2022年7月29日から31日にかけ、新潟県で開催される野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル22のウェブ CM が、ツイッターのトレンド入りをするほど話題を集めた。動画、実際の CM より大きい、サラリーマン風の男性が街中で踊る演出に、SNS では、ダサい、ダサくて最高じゃん、と議論を呼んでいる。ダサい、ダサくて最高じゃん、話題となっているのは、フジロック公式が6月25日に公開した CM 動画だ。投稿には、ザ・フジロッカー・イン・ユー・シャープ・フジロックまであと1ヶ月とのコメントが添えられている。CM の概要は以下の通りだ。東京、渋谷のスクランブル交差点で信号待ちをしているマスク姿のサラリーマン風の男性がドラムのビートに合わせ歩き出すと、おもむろにフジロックのタオルを取り出し首にかける。男性は額の汗を拭いつつ交差点の中央に歩き出ると、激しくダンスを踊り始める。スーツのパンツはいつの間にかピンク色のハーフパンツ。ジャケットも脱ぎ捨て T シャツ姿に、カラフルな帽子をかぶり踊り狂う男性は、すっかりフェス気分だ。いつしか男性は会場で盛り上がっていた。1点、居酒屋の店内でスーツ姿に戻った男性に店員が、お客さん。今年も行くんすか、と声をかける。男性は、そりゃあ行くっしょ。夢にも出ちゃうよ、と微笑み、店内に貼られたフジロックのポスターを熱く見つめる。CM は、いつものフジロック、苗場で乾杯、とのナレーションで締めくくられる。サラリーマン風の、男性が思い切りはしゃいでいるという演出に、一部で、ダサい、などとする指摘が上がった。一方、年齢を問わず楽しめるフジロックならではの CM だとする声も目立つ、ダサくて最高じゃん、おしゃれでいたい人はクーラー効いた屋内で優雅にお過ごしください。フジロックには興味ないけどこの CM いいなーって思った、どんな年齢になっても好きなことを楽しめるのはいいよね。フジロック未経験だけど、これ見て普通に行きたくなったわ。何の話題にもな。段くらいなら賛否が乱れ飛ぶこの CM は成功だな。CM に出演した俳優の大宮正史さんもツイッターで、今話題。のシャープフジロックの CM で踊ってますダサいはいいけど、あのおじさんキモいと言われると鈍感な私でもさすがに心がチクッとしますわら、何にせよたくさんの方の目に触れるのはありがたい、と言及した。